おはようございます。一ノ瀬はじめです。それでは今日はゴルフですが、まずは水一杯飲んで落ち着きたいと思います。水じゃない、お茶だった。ゆるゆる、今日の天気は名古屋は今日曇りでしょう。最高気温35度、最低気温25度の見込みです。現在25度、曇りです。まあまあの天気かな。はい、天気は良くないね。こんな感じでね、台風が接近中にもかかわらず今日はゴルフに行ってきます。はい、荷物の積み込み完了。はい、今日の朝食はローソンさんで買っていきたいと思います。はい、朝ごはん購入完了。はい、本日プレーする中日ゴルフカントリークラブにやってきました。中日カントリークラブだったかな、ゴルフいらないかな。それではね、もう来る途中ちょっとさっきのタイムラプスで映ってたかもしれませんが、雨がねちょっとパラパラ降ってまして、今はちょっと止んでます。なんとかこのまま行けるといいな。雨は夜からにしてほしい。それでは頑張ってプレーしたいと思います。久しぶりに楽天チェックインが使えるゴルフ場でプレーすることができます。チェックインめっちゃ楽だねこれ。はい、すでに雨が降ってきました。どうすんだろうこれ。はい、打ち上がってきて今から昼食何しようかな。とりあえず午前中に 1ラウンド終わって昼からもうハーフ行ってきます。よいしょ。さあゴルフ終わりました。いつもよりね調子は良かったんだけど、スコアもねいつもよりちょっと良かったかな。100はなんとか切れたか切れないか、そんな感じです。それではこれにて帰りたいと思います。はい、今日の今から帰ってからのおやつと一人で食べる晩ご飯、ドラッグストアでゲット。はい、ドリキンさんがかなり長くライブやってて、もう今ね8時半だね。3時間以上やってたね。それではちょっともういい加減お腹空いたので、この、ゴルフの帰りに買ってきたちゃんぽん自分で作って食べたいと思います。はい、濃い味が好きな人はこのね水を200、本当はね基準300なんだけど、僕はちょっと濃い味が好きなので280で水を入れていきたいと思います。はい、まずは具を入れて温めていきます。熱っ。はい、今日の晩ご飯完成。入れて煮ただけね。まあね、洗い物が増えるのがめんどくさいので、このまま鍋でいきたいと思います。なんかこれめっちゃ薄い、分量間違えたかな。まあしょうがないんでいただきます。あまりにも味がないんで袋を見てみたらスープ入れてなかった。そりゃ味しねえわな。やばい、これスープ入れたらめっちゃくちゃうまい、最高。はい、食事も終わって片付けもある程度終わってね、今編集をしてたんですけど、このギャラクシーの S9 のスーパースローモーションを使って今日ねゴルフでまたスイングとかね撮ってきたんですけど、なかなか難しいね。あのね、こっちの iPhone ね、 iPhone を使えばね全部スローで撮って、こっからここまでっていうスローモーションの時間というかタイミングを自分で決めることができるんですね。ただこれはね、自動でも手動でもそうなんですけど、勝手にこう今からスローっていうところを、まあ、自動だと判断して、例えばスイングだとこう上げて打つじゃないですか。そうするとこのもう上げ始めるとこからスローが始まって、一旦ここで上げ終わって止まるとね、そこでスローモーション終わっちゃうんですよ。でそからまたこう本来はこう打つ瞬間をこうスローでこう撮りたいんですけど、
もうその時点でスローが終わってしまってるのでスローにならないんですよね。で手動にしても結局ねこう上げ切って勝手に止めちゃうので、こっからスローになってこっからパーンと打っちゃう形になってしまうんですね。でもう一回やるとこう上げ切ったところ、ここまではまあスロー録画を開始しないと。でこう下げこうスイングに入った時にダウンスイングに入った時にスローでグーッとくるんだけど、当たった瞬間またバーンと勝手にスローモーションが終わってしまうので、自分がこう撮りたい絵を撮れてないんですね今現状で。どなたかギャラクシーユーザーの方、この絵撮り方知らないですかね。もし分かったらご教授願いたいんですが、今現状そんなことが悩みであります。まあ、とりあえず今日はそんな感じで一日を終わりました。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。